出雲市で今日スタートした新たなふるさと納税、返礼品は特産品でなくこちらの電子マネーなんです。出雲市でサービスが始まった旅先納税、ふるさと納税の仕組みを使った地域活性化の新しい取り組みです。今日は出雲市役所で飯塚市長やサービスを提供する東京の会社ギフティとスペシャルサポーターの日本航空の関係者が会見を開き、サービス開始を発表しました。しっかりと PR に努めてですね、少しでも多くの皆さん方、特に観光客の皆さん方にまず来ていただくということがやっぱりこう大切なことだと思いますので、希望する自治体に寄付するとお礼の品を受け取ることができるふるさと納税、各地の特産品などをお得に入手できる上、地方の活性化にも貢献できると人気を集めています。その仕組みを利用した新サービスが旅先納税、返礼品として特産品の代わりに電子マネーを受け取ります。電子マネーは寄付額の3割相当で、市内の飲食店や土産物店などおよそ50店で使うことができます。1万円を寄付した場合3000円、ふるさと納税と同様に寄付額から2000円を除いた8000円を対象に税金が控除または還付されます。出雲市にとっては貴重な財源を得られるのに加え、市内限定の電子クーポンが地域経済の支援にもつながる一石二鳥のサービスです。寄付はスマートフォンを使って専用サイトで登録した後、寄付額を選んでクレジットカードで決済、まもなく電子マネーが送られ市内の加盟店で支払いに利用できます。お店の前の人通りもすごく増えたなっていうので、利用していただける機会も増えると思うとお店としてもすごく嬉しいので。コロナ禍の2020年にオープンし、集客に苦戦してきたこの店では旅先納税に参加、観光客を呼び込み集客アップのきっかけにと期待しています。新型コロナ5類移行をきっかけに急ピッチで回復する観光需要、新サービス旅先納税が観光を通じた地域活性化につながるのか注目されます。